QVC マリンフィールドです。高校チーム対福岡ソフトバンクホークス、10回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発はうなる剛速球、対するホークスの先発は左の和田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、バッター広瀬、第9球投げました。初球空振り、少し迷ったか。第2球速球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げました。外角低め、外れてボール。慎重に攻めてきます。カウント1ボール2ストライク、ボール。外角高め、カウント2ボール2ストライクです。打った、ピッチャー返し、広瀬ヒットを放ちました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした。キャッチャーから一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9球初球ライジングキャノン、空振り、タイミング合いません。第2球投げた、フォーク決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センターへの打球、センター前クリーンヒット、柳田ヒットを放ちました。ピンチを広げています。第9球ライジングキャノン、見送ってストライク、伸びのあるストレート。第2球ムービングファーストはボール、高め、カウント1ボール1ストライク。第3球は決まった、ストライク、バッター追い込まれました。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げた、低め、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた、見送ってボール、はっきりしたボール球。さあ、次の投球、インロー際どい球、ボール、いいところですが外れています。カウントは2ボールノーストライク、ボール、大きく外れました。カウント3ボールノーストライクです。第4球を投げました、カットボール見送ってストライク、ここは1球見ました。投げました、打ちました、ライトへのフライだ、ライト交代、取りました。ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。高校チーム、まずはゼロに抑えました。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9球、初球はストライク。第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール、慎重に攻めてきます。カウントはワンボールワンストライクです。投げました、空振り、バッター追い込まれました。次は4球目、投げました、ボール、平行カウント。第5球投げた、外れた、ボール、カウント3ボール2ストライクです。投げた、打ちました、1、2塁間抜けた、ヒットを放ちました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは1塁牽制、ファーストから2塁送球、タッチアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーなくなりました。見送ってボール。第2球投げた、カーバーストライク、投げた、カーブはボール、わずかながら外れています。カウンター2ボール1ストライクです。打った、広瀬余裕があります、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは第9球ストライク、思い切って振っていきました。第2球打ちました、ライトへ持っていった、これはヒットになります。ヒットを放ちました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第9球ストレートはボール、一塁牽制、タッチはセーフ。ファーストランナーをちらっと見て、変化球アウトコースへ外れてボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、
打ちました。いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ヒット。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、三塁です。トーク、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。第9球投げました。初球空振り、カーブに全くタイミング合いません。第2球投げました。ストレート、タイミング合いません。追い込んでから投げました。打ちました。痛烈、行ったのか、ホームランか、ホームランか、チームメイトが迎えます。バッターは背番号47。第9球投げました。初球空振り。第2球投げました。打ちました。これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、ファール。第3球を投げた、打ちました。ボールは中継、ヒットを放ちました。そして続くバッター第9投げた、外角低め、見送ってストライク。まずは見送りました。第2球打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、後方ワンバウンドヒットになった。一塁ランナーホームイン、高校チームリードを4点に広げます。4対0。2アウトランナー2塁となりまして、背番号12、第9投げた、初球空振り、少し迷ったか、投球これから2球目、決まってストライク。追い込んで第3球を打った、取りました。これで3アウト。1回の裏が終わりまして4対0、高校チームまずは先制しています。2回の表、4点を追いかけますホークスの攻撃。バッター内川、第9投げた、打ちました。初球打ち、ショートバウンド、ボールを掴んだ、うまくカットした、華麗にさばいてワンアウト。バッター井出穂、第9ストライク、タイミング合いません。1球目空振りから投げた、ボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク、投げました、ボール、カウントはツーボールワンストライク。投球これから4球目、打ったい当たりだ、センターへのフライだ、センター下がった、センター掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。次のバッターは金子、第9投げました。インコース高めストライク、伸びのあるストレート、初球ストライクから、第2球ボール、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。ボール、カウントはツーボールワンストライクです。第4球を投げました、ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、ボールが転がる、ボールは中継、金子ツーベースヒット。さあここは抑えたい場面、バッターは鶴岡、まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第9投げました、ストライク、少し迷ったか。第2球投げた、ライジングキャノン、ボール、カウントワンボールワンストライク。投球は3球目、投げた、外れた、ボール、カウントはツーボールワンストライク。投げた、4球目空振り、セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。さあ5球目、見送ってボール、カウントは3ボール2ストライク。第6球はこれは引っ掛けた、三塁線のゴロ、一塁送球アウト、3アウトチェンジ。
二塁ランナー金子残塁に終わりました。2回の表が終わって4対0、高校チーム4点リードは変わりません。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは投げた、初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げた、ボール、アウトコース高め、カウントはワンボールワンストライクです。第3球は3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、内野ゴロ、門田掴んだ、和田取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター第9投げました、外角、スライダーは外れてボール。第2球、2球目ストライク、投球はこれから3球目、ストレートはボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、ストライク、タイミング合いません。追い込んでから第5球投げました、打ちました、いい当たり、ライナー破った、センター前ヒット、クリーンヒットです。ヒットを放ちました。バッターは切り札、第1打席はセンターフライに倒れています。ボール。第2球、一塁ランナー走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。第3球を見送ってストライク、セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、打ちました、三遊間のゴロ、川崎ボールを掴んだ、アウト、ツーアウトランナー三塁に変わります。さあチャンスが広がって、第9投げた、初球サークルチェンジ空振り、第2球投げた、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。投球は3球目、投げた、打ったいい当たりだ、センター方向に持っていきましたが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、三塁ランナー残塁に終わりました。2回が終了しまして4対0、高校チーム現在4点をリードしています。ホークス、この回1番からの好打順になります。バッターは広瀬、第9初球決まってストライク、第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、低め外れてボール、カウントワンボールツーストライク、投球これから4球目、ライジングキャノン、空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。第9投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、2球目空振り、タイミング合いません。追い込んで投げました、外れた、ボール、カウントワンボールツーストライク。第4球はボール、完全なボール球、カウントはツーボールツーストライク、投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントはスリーボールツーストライク、投げました、打った、これはファースト真正面、ベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。第9球、初球を打ちました、三遊間の当たり、アウト、スリーアウトチェンジ、三者凡退に抑えています。3回の表が終わって4対0、高校チーム4点リードは変わりません。3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは今日2度目のバッターボックス、初球を打った、一二塁間への当たり、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、これが2度目のバッターボックス、第9投げた、スライダー見送ってストライク、第2球、ボール、膝元外れます。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、変化球ストライク、低め、第4球を投げた、もうカウント2ボール2ストライクです。第5球投げた、ボール、これは外れます、フルカウント。第6球を投げた、打った、引っ張った、特防、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第9投げました、初球空振り、第2球投げました、低め際どいボール、
わずかながら外れています。カウントワンボールワンストライク、低めストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました。高めの球、見逃し三振。 QVC マリンフィールドからお送りしております。高校チーム対福岡ソフトバンクホークス、序盤終了しまして4対0、高校チーム現在4点をリードしています。第9、インコース低めストライク。第2球、投げました。これはボール、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、空振り三振、バッターアウト。まずは三振に切って取りました。第9、投げた、アウトコース高め、ストライク、少し迷ったか。第2球、投げた、速球ストライク、インハイへ、これで追い込みました。第3球は一つ外してボール、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた、打ちました。一二塁間の打球抜いていった、ボールは中継、国保ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。高校チーム内野陣はゲッツー体制、カットボールはボール。第2球投げた、2球目ストライク、投げました、ストライク、バッター追い込まれました。第4球はボール、これは完全なボール球、カウントは2ボール2ストライク。投げました、打ちました、ピッチャー返し、ボールは中継、内川ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。第9、投げました、決まってストライク。初球空振りから、投げました、打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。井出穂ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。バッターは8番金子、今日2度目のバッターボックス。インサイドストライク、タイミング合いません。第2球高めストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、1球外したボール、カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、空振り三振。バッターは9番鶴岡、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げた、初球空振り。第2球、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。投げた、フォークボール見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、セカンドライナー。三者残塁。4回の表が終わって4対0、高校チーム4点リードは変わりません。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターはこれが2度目のバッターボックス、ボール。第2球投げた、見送ってボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球高めボール、抜けました、ここはよく選びました。カウント3ボールノーストライクです。投げた、よく見た、フォアボール。和田、ストレートのフォアボールを与えます。和田、降板、切れ味抜群の変化球投手。森福、今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターは第1打席はサードフライに倒れています。第9、投げました、外角高め、ボール。第2球、投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球、ボール、カウント3ボールノーストライクです。次は4球目、投げました、ここで送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、キャッチャーボールを掴んだ、アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー2塁に変わります。まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。第9、投げました、ボール、まずは膝元、2塁へ牽制を送ります、2塁タッチセーフ。さあ次の投球、投げました、打ちました、当たり損ない、金子取った、1塁へ送る、アウト。ツーアウトランナー3塁に変わります。さあチャンスが広がって、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。見送ってストライク、1球目ストライクから、投げた、直球空振り。
第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた、ボールは中継、高校チーム1点入りました。5対0バッター切り札、今日はセンターフライとショートゴロ、タッチセーフ、もう一度一塁牽制球です。一塁タッチセーフ。第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、あっと引っ掛けた、角田ボールを取る、角田そのままベースに入って3アウト。4回の裏が終わりまして5対0、高校チームリードを5点としています。ホークス、この回は打順よく1番からの攻撃。バッター広瀬、これが3度目のバッターボックス。投げた、速球ストライク、高め、まずは入れてきました。初球ストライクから投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打った、ショート右横のゴロ、掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター川崎、今日3打席目。第1球決まってストライク。1球目空振りから投げました、これも空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げました、インコース高めいっぱい、見逃し三振、ナイスピッチ。第9投げました、高め決まってストライク。第2球投げた、これはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、アウトコース高め空振り。第4球を投げた、フォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。最後は空振り三振で打ち取りました。5回の表が終わって5対0、高校チーム5点リードは変わりません。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは、これが3度目のバッターボックス。初球から打ってった、広瀬、落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、今日3打席目。第1球ストライク、変化球にキレがあります。1球目ストライクから投げた、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた、アウトコース高め、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、ツーベースヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。高校チーム、さあチャンスをものにできるか。第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球高速シュート決まってストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました、外角高め、ボール、バッターよく見ました、カウントワンボールツーストライク、投げました、打った、ボールはライナーで右中間へ、これはヒットになります。ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。さあチャンスが広がって、第9投げました、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール。第2球投げた、打ちました、サードの左、タッチしてアウト、一塁送球セーフ、ゲッツーは免れました。左対左の勝負になります。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、これもしかし空振り、少し迷ったか。追い込んで投げた、1球外してボール、慎重に攻めてきます、カウント1ボール2ストライク、投げた、低めボール、抜けました、ここはよく選びました、カウント2ボール2ストライクです、ボール、カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、ランナー一斉にスタートします、三振、チャンスをものにできません。高校チーム、ここは結果を出せませんでした。試合は後半6回に入ります。バッターは角田、ここまで2三振といいところがありません。高校チーム、ピッチャー交代です。先発の5回無失点の好投を見せました、ルーキーの今シーズン40試合目の登板。第9初球外れても、第2球
投げました。内角低め見送ってストライク。第3球を投げました。ストレートはボール、いいところですが外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げました。ドロップ空振り、タイミング合いません。追い込んでから投げました。ボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました。外れました。フォアボールです。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9投げた。初球高速スライダー空振り、タイミング合いません。第2球アウトロー際どい球、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。ストライク。アウトコース厳しいところ、追い込んで第4球を外れた。ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた。外角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは内川。通算1500本安打まであと9本としています。第9投げた。変化球ストライク、アウトローへ。まずは決めてきました。投球これから2球目、打ちました。アルボー。追い込んでから第3球を内角外れてボール。これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク。高速スライダーボール、わずかに外れました。カウントは2ボール2ストライク。投げた。打ちました。セカンドライナー。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。バッター井出。これが3度目のバッターボックス。投げました。打ちました。初球打ち、打球は三遊間へ。二塁送る。二塁アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー門田残塁に終わりました。6回の表が終わって5対0、高校チーム5点リードは変わりません。森福マウンドを降りまして、左の川原今日3番手としてマウンドに上がります。6回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第1球投げました。1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球投げました。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました。打った。二遊間ライナー破っていった。ヒット。ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。バッターは今日はファーストゴロとセカンドゴロ。直球ストライク低め、145キロストレート。第2球投げました。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。縦のスライダーボール、わずかながら外れています。カウントは2ボール1ストライク。打った。ピッチャーゴロ、ゲッツーコースター。2塁アウト。アウト。ゲッツー。2アウトランナーなくなりました。バッターここまでヒットは3本。第9投げた。ストライク。まずは見送りました。さあ次の投球投げた。2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。 QVC マリンフィールドからお送りしております。高校チーム対福岡ソフトバンクホークス、中盤まで終了しまして5対0、高校チーム現在5点をリードしています。高校チームピッチャーを変えてきました。降板ルーキーの今日3人目のピッチャーとして登板です。第9投げた。見送ってボール。これはわずかに外れています。第2球ボール、膝元外れます。カウントは2ボール。投げました。ボール。カウントは3ボール。第4球を投げました。ここはフォアボールになります。ストレートのフォアボール。バッターは鶴岡。今日はサードゴロとセカンド。初球を打ちました。サードゴロゲッツーになるか。一塁はアウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあここは守りどころです。第9投げました。初球空振り、伸びのあるストレート。投球これから2球目、低めボール球打った。これは内野ゴロ。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。バッターは2番川崎。第9初球ドロップ空振り、タイミング合いません。第2球投げました。外を際どいボール、これは外れます。カウントは1ボール1ストライクです。投げました。外れた。ボール。慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライク。打ったいい当たりだ。センターへ飛んだ。センター交代。ヒット。ボールは中継へ。ホークスようやく1点を返し
しました。川崎タイムリーツーベースヒット、初安打。ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第1球投げた、ボール。振り返って二塁牽制球、二塁タッチはセーフ。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってボール、わずかに外れました。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。直球ストライク、外角高め、伸びのあるストレート。追い込んで投げた、打ちました。しかしこれは距離が出ないセンターフライ、掴んでこれで3アウトになります。7回の表が終わって5対1、ホークスあと4点を追いかけます。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターは切り札、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた、外角低めいっぱいストライク。第3球を投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、これは引っ掛けた、内野ゴロ。角田ボールを掴んだ、角田そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第1球初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げました、インハイの直球はボール。カウント1ボール1ストライク。第3球変化球ストライク、インローへ。追い込んでから投げました、低めボール球打った、ボテボテのセカンドゴロ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは第1球初球空振り、146キロストレート。さあ次の投球、投げました、ボール。カウント1ボール1ストライク。投球は3球目、投げた、ボール。はっきりしたボール球、2ボール1ストライク、バッティングカウント。ボール。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、空振り。投げた、内角高めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。最後は見逃し三振に倒れました。7回までが終了しまして5対1、高校チームこの回無得点です。8回の表、4点を追いかけます。ホークスの攻撃、バッター角田。高校チームピッチャーを交代します。マウンドを降りまして、ルーキーの、これが28試合目の登板、第1球投げた、低めボール。これはわずかに外れています。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センターへ上がった、センター取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは小久保、今日はここまで3打数1安打1三振。決まった、ストライク。第2球投げました、ストレートはストライク。第3球を投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは内川、通算1500本安打まであと9本としています。第1球初球見送ってストライク、初球ストライクから第2球投げました、打ちました、取った、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって5対1、高校チーム4点リードは変わりません。8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター、今日3打点を挙げています。第1球投げました、ストレートはボール。まずは内角高め。第2球投げました、ボール。大きく外れました。カウントは2ボールノーストライク。投球は3球目、投げた、低めいっぱいストライク。投げた、
打ちました。川原ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは今日4度目のバッターボックス、第9球投げた、初球を打った、川崎掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはこれが4度目のバッターボックス、第9球ストライク、第2球ボール、完全なボール球、カウント1ボール1ストライク、投げた、打った、金子ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。3アウトチェンジ。高校チームわずか3人で攻撃が終わりました。8回までが終了しまして5対1、高校チームスコアボードに0が入ります。いよいよ最終回を迎えました。バッター2です。交代です。降板ルーキーの今日5人目のピッチャーとして登板です。第9球投げた、決まった、ストライク。1球目ストライクから投げました、ボール、わずかに外、カウント1ボール1ストライク、投げました、低めストライク。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、ヒットになります。イデホヒットを放ちました。バッターは高野、切り札、松田に変わりまして、松田第9球投げました、初球から打ってった、ピッチャー正面ゲッツーコースター、二塁アウト、セカンドから一塁送球アウト、ダブルプレイ。バッターは鶴岡、スタンドからは大きな声援が上がっています。外角へストライク、少し迷ったか。第2球投げました、内角低め、高速シュート外れてボール、わずかに外れました、カウント1ボール1ストライク。追い込んで第4球をボール、これはわずかに外れています。カウントは2、内角低め、見逃し三振。高校チーム見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対1、高校チーム勝ちました。勝利投手は、敗戦投手は和田、実況担当は堂前秀夫で QVC マリンフィールドよりお伝えしました。
Thank you.